はい、どうもさまちゃん、おちびおちです。ブラックです。では、今回もセミニングルマップ2021やっていこうと思うんですが、今回はですね、月曜日めちゃくちゃ大量、こちら、神シリーズガチャですよ。マンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティ、レアルマドリード、アトレチコマドリードといってね、4つビッグクラブから来てるんですけど、こちらすでにですね、当てたいランキングの方ですね、詳しくね、レベマ能力値とか見たいよって方はですね、1個前に出してる動画見ていただければと思うんですけれども、まぁ、今回はね、こちら4つのガチャちょっと多いんで、欲しい選手みたいなのをパパッと能力見て、パパッとまあ引けていけたらなと思います。アトレティコマドリードからなんですけれども、ランキング動画には入らなかったルイス・スアレス、ギリ12位とかそんなもんだったんですけど、スアレスって特徴的なのがアグレッシブ率が95いくんですよね。フィジカルもボディコンも共に高いんで、今週もライブアップで良かったと思うんですけど、相手にしててね、前からガツガツ来るし、背負うことができる、欲しいですね。であとフェリピですね、190超えていて、デュエンス数値のところとか結構いいんで、まあ、この選手も結構当たりかなと。アンヘル・コレア、あの2列目からの飛び出しなんですけど、オフェンスエース決定力が高くて普通に優秀な2列目なのかなっていう気はします。フェリックスは何度か来てますけど、このフェリックスボディコンがね鬼強化、フェリックス俺持ってるけど、来たら乗り換えかなと。一番面白い、ジョレンテ初 HP なんですけれども、184cm2 列目からの飛び出しで 184cm でスピードが、レビューまで98、すごい、これがめちゃめちゃいい。デフィジボディがあってスタミナも96とかまで行くんで、この選手はめちゃくちゃ推し、結構どの選手もね本当まあ当たりっちゃ当たり。ただ俺は本当にジョレンテ怖い。誰だ、さあ右蹴り、おい、ちょスアレスゲッチいいんじゃない、もう今大活躍だから。よし、スアレスやべえよな今、ピッめちゃくちゃ厄介なのよスアレスって。相手にしてるとマジで強いと思う普通に。まあスピード瞬発が低いからね、そこどう使うか。さあジョレンテ来い。さあどう、フェリックスか、結構癖があるんだよねやっぱり使うのに。ちょっと先こっち行こう。マンチェスターシティはね、基本的にね、スルーでいいと思うんですけれども、一人あげるんだったら、このジョン・ストーンズっていうのが、かなり結構珍しい能力値して、188センチで、まあ、センターバックで、右サイドバックがね、実践つけるできるんですけど、ゲットしたら絶対右サイドバックで使いたいなって。で、今週もね、ライブアップで B なんですよ。唯一ちょっと、そんなに熱くないそう。ちょっとねまあ、持ってなければね、全然引いてもいいかなと思うんですけど、まあ、結構持ってる人多いんじゃないかなって思いますね。はい、まあでもアグエロで俺持ってないから、まあ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 いいよ。ストーン欲しいな、来るか、ストーン頼む来てくれ。ストーンズ結構いいよあれ本当に。右サイドでやらせるっていうのもね。おっ、あーこれ攻撃的、違うかー、これ牛丼、牛丼だね。ライブアップでほぼいいからね。いやマジか、ストーンズ来い頼む、ジョンソン使いたい俺。右サイドバックに適切つけて、左は違うじゃん。いやこれベルナード・シーバーじゃん。あ、なるほどね。ジョレンテ来い。さあジョレンテ来るか。いやちょっと待てよこれ、スターレスがストーンズジョレンテ外してるな。ストーンズジョレンテ、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 ジョレンテって左、違うわこれ、これ違うわ、これ色もそうでしょこれ。さあ来た、ちょっとねスピード瞬発はいいんだけどね、ディフェンス数値がねなんか80代なんか怖いなっていう。でまあ、レアルとユナイテッドがあって、まあ、レアルは今噛みがちなんだよね。ちょっとユナイテッド先に行こうかなと。このマルシャルは持ってる人からすれば無理に乗り換える必要はないのかなって気がするけど、ただ持ってる人からすれば本当当たりの選手かな。でアーロン・ワンビサッカーですね、守備的でね、右サイドバックにしてはもうこのボールダッシュとかってすごい高いんで、もういないんだよこんな選手。これはね普通やっぱ強いですね相手。たまにちょっとフィジカルでグイ行かれるけど、まあ俺はマルシャルっていうよりかはアーロン・ワンビサッカーかな。まあ、デヘアもね、確か今週調子はいいよね。そう、ただデヘアね、1個前のやつが強いんで。なるほど。カーストしない？ちょっと見てなかった、誰か。さあ、フレッチ？フレッチか。これフレッチだよね。総合的にいい選手だよね。そう、マッチでマッチスターユナイテッドでもあるから、マッチスターユナイテッドの選手、被らなければ全然いいみたいな感じで、フレッチ初なんで、カバーにと思ってるんですよ、もう。ああ、なるほどね。なんで、初の選手が欲しい。だからワンビサカ欲しいですね。ワンビサカ濃い。ワンビサカ持ってない。持ってない。うわナイスキー、ナイキー。だから初の選手が欲しいんだよね。ほんとワンピサー怖い、狙いが引けてないな。おお、これバイリーさん初めての、まあ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 初めてのバイリーということで、まあここで来れば勝ちということでいきましょう。ベンゼマラインブレーカーでスルーパス持ってるってめちゃくちゃ欲しい。もう今もガチですか、ティボー・クルトワというね、 GK 数値完走します。通常でも十分強いんだけど、完走したらね欲しいわな。
そしてセルヒオ・ラモス。ラモスも、このラモスはボールダッシュかな、結構鬼強化されてるんで、ラモスもね、このラモスが強いのかなって気はしますし、あとはなんつうの、バラン。バラン欲しいね。俺持ってないんですよ、バラン。俺も持ってねえからね、バラン欲しいわ。バランとクルトは今週ガチ使いで使ってるんでね、お願いしますと。で、あと結構期待の若手、フェデリコ・バルベルデ。バルベルデもね、ほんと、いい選手よ、まあ、レアだから。そう、レアレア。もう狙いはクルトはバランですね。ここ2枚バルベルデもじゃない、バルベルデ、まあ、持ってないよね。ベンゼマもまあいいけど、まあでもクルトワとバランだし、横飛び大、飛べ飛べ飛べ、 横飛び期待、ここで飛べえ、うわ、これなんかトニークロスっぽいこの入りだよね、この感じの入り方クロスなんだよね。スパイクは緑、クルトワは1回投票してるぐらいなのかな、飛べよ、ここで飛べ、うわ、クロスじゃん、もうすげえ、ここで被るんだ、すんげえや、ランキングに入れた選手は来てね、マジで。さあ最後外しまくってる、最後横飛びか、このガチャで被るっていうのはちょっとレアルはやらな、被るのね。うわ、バラン来た、よかった、最後バラン来たよ、すべてを犠牲にしてバランが来た。いやー、クルタ欲しかったけど、まあバラン来てくれたんでいいですね。俺バランほんと持ってない、今4回3回ぐらい登場してるけど、これで初ゲットなんでよかったわ。ブラックおもちゃ赤も引いていきましょう。ちょっとディレクトー、引いていきます、マンチェスターシティか、引いていこう。なるほど、まあ、俺も、でも俺マンチェスターシティで俺ジョン・ストーンズ持ってるんだよ。え、持ってんの、うん、でも今回のストーンズは強いでしょ、なんだけど、まあ持ってるからね、そないよ、本当に。だってジョン・ストーンじゃないこれ。ちょっと待てよ、お前、嘘、おい、おい、もう俺そこまでな、俺右サイドバックにパクチソンなの。ユナイテッド補正かけなければ、あ、もうじゃあかっこいいじゃん、いいじゃん、いい加減にしろ、まあまあまあ、でもいいよ、ここはかぶっとけって感じ。ジョン・ストーン欲しかった。逆に本当に石3つ来てもいいよストーンズが、うん、全然なんか被っちゃうんだよ、三かぶりでもいい、ここでビンゴって感じ。こっちがハリー、誰だお前、これは2番、あ、カイル・ウォーカーね、カイル・ウォーカー結構おもろいよね、能力値、スピードがあって結構フィジカルがあるような、これもね、ワンビサカも持ってるんだよね。まあでもワンビサカは、そうなんだ、ワンビサカはこっちの方は確かに強い、確かにスタミナが上がってるんで、こっちのワンビは欲しいなって思いますね。7番カバーニじゃん、エディソン。ちなみにキャバーニは持ってないから、キャバーニもね、俺の入れようかめっちゃ迷ってたのよ、ワンパワンシュー持ってて、これ、ね、K がすごいね、マッチデーで俺カバーニ使ったのめちゃくちゃ使いやすいよ。マルシャルって過去のやつはどれがいいの。まあ今回なんか全体的に強化はされてるかなって感じだけど、ただまあ無理に乗り換える必要あるのかなっていう感じもする。どうや、ここまではまあおつまみだから、お前ドニーファンデベイクじゃん、これはいい、すごい引きじゃん、結構ファンデベイク、俺初めて横ゲッツ、いやこれも強いよね。さあ最後ワンビ、最後はワンビかな、ワンビで頼むわ。どうです、ここではワンビで、え、待って、ワンビ、これバイどっち、あー、マルシャル、アントリー、すげえなこれは当たりだな、これ当たり、うん、アントリー、ここ集中よ。フェリップ持ってんだよ、ジョレンテよ、問題はジョレンテ。アンヘルコリアとかも当たりですからね、普通。まあそうだね、出てきたらエルモソもね、すごいいいのかもしれない。まあ初めてだもんね、そう、使用感次第で全然あるから、ね、待って、これ何番だった、あー、アンヘルコリアね、アンヘルコリア、まあアンヘルコリア持ってないよ、俺持ってないでしょ、そんな登場回数も多分多くないと思う、うん、俺スアレス持ってないから、スアレス欲しいな。あー、まあスアレスね、スアレス、ジョレンテ頼むぞ。左、お前、左はエルモソじゃない、これ確定エルモソじゃん、おー、左は足速い系の選手頼むぞ、ほんとジョレンテ、ジョレンテ、お前初のやつが欲しいよ。ん、うわ、お前これジョン・フェリックス、これフェリックスや、不死鳥、フェリックスめっちゃ持ってるもんフェリックスなんかめっちゃ来てるイメージあるね。うん、フェリックスめっちゃ来る、去年からずっと。さあこれです、ビッグマン、クルトワ、俺とバラヌ、もうこれだけなんだよな。バルベルデもね、サブアクかなんかでバルベルデ持ってて、バルベルデ強いんだよね。おにぎりかな、握りまーい、今回はパスえ、ちょっと待って、バルベルデ、え、待って、バルベルデ来たよ、おい、信号 ?15番、信号横ゲッツ、サブアクの使い方強かったのよ、うん、使いやすい選手、しかもあとね、さあ頼むぞ、バラン、俺も持ってねえから、バラン、
あと横跳びお前かませよ、お前横跳びでいいよお前セルフィオラモスやね、キャプテンキャプテンラモス落ちてんだよな。でもキャプテンラモス、フィジボディともに高いの結構いいよね、やっぱり豪邸建ててたらしいです。そうそうそう、ちょっとちょっと頼むよ、バランカクルトワだぞ、飛べよ、横でもいいんだ、お前久しぶりにナイスキューって言うからね本気でビッグまでもいいよ、ちょっとお前かぶんね何最後キャプテン、お前キャプテンおかわりじゃん、キャプテンの話するんじゃなかったよ。